で演じた中で難しいもの、難しかったものなどありますか？難しいもの、一番最初、一番最初ね、もうそれこそ舞台やってて、うん、ある日急に声優の仕事をやったタイプなんですけど、うんうん、あのなんアニメーションだと何でもないセリフよく出てくる、うん、貴様、貴様、あと何だと、何だね、俺さ何だとって今まで生きてきて言ったことないんだよね。そうですね、何だとって言ったことないんですけど、はい、台本だとめちゃくちゃ出てくるの、出てくるわ、ほんと最初どう言っていいか分かんなくて、僕の中のリアリティでなくて何だととか、はいはい、しかもなんか途中で止まるパターンありますよね、なんだとね、もうめちゃくちゃ難しかった、言わんてみたいな、言わんて、でも書いてあるし、うん、どうないしたらいいんやんって、すっごい最初苦しかったです。確かにそこでもどう、うん、めちゃめちゃもうだから人がやってる、あ、なんだとってそう言ってるんだ、あ、なんだとってそう言うんですねみたいなのを、もうここばっかりは自分の中にあまりにリアルがない、外国語と同じだったので、はい、僕にとっては、はい、あ、でもそれも大事なのかもしれないですよね、だからやっぱり、うん、ある方、まあ、型じゃないですけど、そういうなんかやっぱり積み上げられてきたものは確実にアニメ業界にはあるから、ね、ありますあります、そこはやっぱりちゃんとこう、うん、沿ってやらなきゃいけないところもあるんですね、部分ももちろんある、いやー沿いたいですか？でもこれわかるよ、わかるよ、これが出てくるぜ、なんかとは絶対出てくる。